はい、おはようございます。トラスです。今日はですね、関東一周の3日目になりますね。今は千葉の館山というところからね、昨日は館山のライダーズハウスみたいなところね、ゲストハウスに、一泊しまして出てきました。なんて言うんだろうな、ライダーズハウスじゃなくてあのゲストハウスだね。一部屋だけこうなんか細かく仕切った、その何ていうの、半個室みたいなところだったんですけど、ベッドとあって4000円ぐらいで一泊できました。やっぱこういうのがあると助かるよね。で、幸いね、今日は私一人だったということもあって、いびきの音も聞こえなかったし、自分のいびきの音ぐらいしか聞こえなかったと思うけど、はい、そんなわけで非常に綺麗なお寺だね、これ。綺麗なお寺がありましたね、はい。というところで、今日はですね、南総というのかな、南側ですね、をぐるっと回っていこうと思っています。はい、とりあえずここへ来ました。なんか何フォルニアみたいな、館山市ですね。ずっと逆光でちょっと見にくいかもしれませんけど、今回の旅はですね、天候に恵まれてるみたいで、本当にいい天気ですね、ずっとね。助かります。いやー、なんかいい感じですね。このヤシの木が。何フォルニア、千葉フォルニアですね。で、しばらくこれ海沿いをずっと走って九十九里までですね、行こうと思います。おー、すごい綺麗ですね、これは。これは綺麗だよ、これ。すごい綺麗ですね。すごい綺麗、逆光で。波が高いですね。いやー、綺麗ですね。逆光の波のしぶきの、わあ、綺麗ですね。はい、ということで、いや、千葉の海いかがでしょうか。なかなかこれは絵になる海ですね。高塚山っていうのがこの後ろにあるのが高塚山。今ここは潮風王国というところに来ました。広いね。あ、ワンちゃんいる。ボーダーコリーがいますね、遊んでいますね。本当に波がね、高いんだね。はい、今ね、房総フラワーラインというところをね、走っています。これすごいね、これ成田空港の設備なのかな。これが鴨川へ通じる道ですね。千葉はね、もっと海が綺麗ですね。海というか、どうもそのな、浜が結構多いのかな。がそのよくある断崖絶壁みたいな海と違って、浜がたくさんあるので、割と海の近くまで、水の近くまで近寄れるんだよね、うん、そういうところが千葉の海を眺めるのも楽しいところですよね。あんまり遠い断崖絶壁から見てもね、まあ多いな、綺麗だな、高いなぐらいしかないんだけど、この千葉は割とそういう意味ではすぐそばまで、その波打ち際まで行きやすいところが多いですね。ここなんかでもね、これどうですか。よいしょ、これぐらいな感じですね。よいしょ、すごく綺麗ですよね。はい、あとね、やっぱこの海沿いにね、別荘が建ってるんですね。かっこいいよね、あの別荘が。まっすぐの道ですね。これがフラワーライン。サーファーがね、結構たくさんいるのね。はい、北緯35度、最東端。
北緯35度最東端だそうです。ここがきれいですね。ここは外房黒潮ラインっていうんだって。いやいい道ですね。いや千葉はね走るところたくさんありそうですね。西の駅鴨川オーシャンパークというところに来ました。はい、上がってきました。物産館は9時から。わー本当にすごいね。水平線がビュー、すごい。ここまで水平線が見えますよ。160度ぐらい水平線が見えますね。地球が丸く見えるっていうけど本当にちょっとこう丸い感じするね。すごいね、うん、綺麗だね。海の色がねちょっと変わってきましたね。はい、行きましょう。続いて次の目標地。もうねだんだんこうずっと毎日海眺めてるので海もまあ飽きてくるんですよね。まあでも千葉をねこんな風に走るなんてなかなか、ああ綺麗だね。砂浜が綺麗ですね。なかなかですね、景色がいいですね。波打ち際はいいですね、気持ちいい。はい、ここが鴨川シーワールド。はい、7時半開場になってましたけどもう並んでますね。今8時28分、まあ、だいたい30分ぐらい前から並ぶ感じですかね。いすみシティ、いすみ市に入りましたね。こちら側が九十九里有料道路に入っていく道ですね。だいぶ近づいてきましたね。はい、九十九里有料道路にここから入っていきます。お、桜が綺麗に咲いてて、あ綺麗だね。おしゃれですね、はいはい、ビーチライン。はい、あります。九十九里有料道路、いくらするのかな。この右側にはこれなんかあるんだね。これこれは何だろうね。柵というか柵が植えてあって、なんか作物を作ってるピーナッツとかかな。落花生、千葉といえば落花生だもんね。わかんないけど、うわ出口、これ料金所どこであるのかな。料金所ありましたね。あ、そうか、まだここは有料じゃないのかな。 ETC 負荷になってるわ。 ETC 負荷か、めんどくさ。
ETC は使えませんということで、まあちょっと行ってみましょう。いくらかな。あ、ここからが九十九里有料道路なんだ。自転車自動二輪220円。よし、はい、ありがとうございました。220円でしたね。あ、こっから有料道路になるだけか。さっきのところまでは無料で乗れたんだね。こっから有料道路。あ、確かに気持ちいい道ですね。下に一般道が走ってて、これに並行して走っていますね。あ、ここからちょっと海の方に近寄るのかな。はい、ここからが有料道路だな。綺麗だね。ああ、そうかそうか。ああ、波打ち際も見えますよ、しっかりね。うおー、すごいすごい。わ、これはこの横を走るべきだったね。はい、どうでしょうか。綺麗だね。おー、海綺麗。おお、ここまっすぐだね。ちょっとアップダウンがあるけど、まっすぐに道ですね。おお、気持ちいいね。なんか砂浜のところまでバイクで入ってる人もいるね。はい、これはどこまでなのかな。ちょっと最後まで走ってみようと思います。おお、サーファーいっぱいいるわ。いやいいやいい、ドラッグスターだったね。あー、気持ちいいね。いや、これ 波が結構、九十九里浜って波が結構強いんだね。でもサーファーいっぱいいますね。まあ、今が一番いい季節なのかね。寒くないし、人も海水浴客もいないしみたいなね。九十九里浜走っています。終わりかな。まだある、まだ終わりじゃないみたいですね。東金インター、わあ、そこのビルっていうかホテルかな、あれ綺麗ですね。こう扇状になってるホテル、ホテルかどうか別荘か分かりませんけど、おしゃれですね。はい、あ、これでおしまいかな。さっきお金払ったから通過可能になってますね。はい、通過可能でね。この右側にも海岸がずっとあって、公園もあってね。いや、ここは景色いいですね。バイクで走ってても気持ちいいですよ。有料だからか知らないけど、全く人が車走ってないんだよね。今日は日曜日の午前中ですけどね。
気持ちいいですね。九十九里浜、九十九里っていうのは一里は4キロだったっけかな、ということはまあ約九十九里浜というぐらいだからね、 100里としたら400、そんなにないよね、400キロはないでしょ、まあ、そんなにはないと思いますけど、すごく長いということですな。でもざっとどうですかね、今7、8キロはもう走ってきましたからね、地図を見るとまだしばらく長いので多分12、3キロあるんじゃないの、10キロ以上あるように思いますね、はい、あんなとこに楽天ステイホテルなんてあるのね、楽天がこんなこともやってるの。終点にだとこれ有料道路だけで10キロぐらいですかね、あると思います、ね、終点まで来ました。いや気持ちよかったですね、九十九里有料道路。この後はですね、ちょっと一休みして犬吠埼かな、犬吠埼に目指して走ろうかなと思っています。はい、海の駅九十九里というところに来ました。あー、なんか何の匂いかな、魚の匂いがするな。ここ本当海の際だからね、磯の香りがしますね。あ、谷中水産というところがやってるんだね、これね。はい、九十九里浜を過ぎまして、今度はねいよいよ犬吠埼ですね。犬吠埼はあの荒磯に海っていう、その東映だったかな、あの映画のタイトルに出てくるじゃない、あの海がザバーンっていうあのシーン、あのシーンの撮った岩があるらしいです。なんでちょっとこれは本当に話のネタに言っておきたいなと思って、いっぱい人がいるんだろうな、今日日曜日ですからね、ちょっと覚悟して行ってみたいなと思います。できるだけ近くから写真を撮ってみたいと思います。ここはね銚子ドーバーラインっていうらしいです。ドーバーライン、なんだろうね、ドーバー海峡のドーバーラインなのかな、ちょっと名前の由来は分かりませんけども、ドーバーラインまっすぐの道ですね。あ、ここから下るとまっすぐの道が見えてきますね、はい、こんな感じですね。おお、海が綺麗。これがドーバー、あ、ドーバー海峡みたいな感じなの、これがドーバーラインか、なるほど。おお、なかなか眺めがいいところですね、こっちの海側の眺めが良かったですね。海側の景色がね。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではバイクツーリングとかですね、キャンプとかそういったような話題をねご紹介してます。よろしければチャンネル登録とベルボタンをよろしくお願いします。また千葉で、ね、こんなところいいよなんていうものがありましたらぜひコメントもお寄せください。お待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。次は犬吠埼まで走ります。さよなら、ゆうさん。